ボイルシュ・マルティン・ビルヘルム・レームス・フォン・ボイルシュは、ドイツの軍人、政治家。ドイツ帝国最後の元帥。その他プロイセン王国貴族院議員やヨハネ、騎士団名誉団長を務めた。南ボヘミア地方に由来し、トロッパウに1500年頃に住み着いた貴族の家系に、シレジア地方ブラスラウ近郊のピルスニッツ荘園で生まれた。名前の一部、レームスは、 代々受け継がれてきた、先例名である。父親、カール・ビル・ヘルムは、プロイセン王国数密顧問官で、同国貴族院議員やヨハネ騎士団員でもあった。ボイルシュは1873年に、プロイセン王国森林管理長官の娘と結婚した。ナチスドイツで、警察大将となった、ウード・フォン・ボイルシュは、いとこにあたる。ブレスラウで、アビトゥアに合格した後、 1866年4月に第一ポツダムコノエ敵団兵連隊に入園した。入園から8週間で広王戦争に従軍。コノエ連隊の士官候補生として参加したケイニヒグレーツの戦いで重傷を負って倒れていたアントン・王子を救助した。ボイルシュが 王子の切断された膝に応急処置のため包帯を巻いているところを二人ともオーストリア帝国軍の捕虜となった。品種の王子が無駄な流血を避けるため抵抗を拒否したためであった。この様子は後に戦勝記念塔に銅板レリーフに表現されている。不屈戦争ではグラベロットの戦いで負傷し鉄十字章を受章した。 第一子の野兵連隊の中隊長に任命され、後にドイツ皇帝となるビルヘルム王子の直卒の部下となった。陸軍大学で学ぶことなく、第三防本部に配属された。1901年に師団長に任命され、1911年に退役するまで故郷の部隊に勤務し、第6軍団長が最後の職務だった。 ボイルシュところが1914年8月に第一次世界大戦が勃発したため不評代償として現役復帰した。ビスは側まで進撃してオーストリア・ハンガリー軍の左翼を支えロシア軍からシレジアを防衛した。3日間にわたったタルナウカの戦いでは交尾軍団を率いてロシア軍の攻撃を支えオーストリア軍の退却を援護した。この戦いについて サンクトペテルブルクの新聞は、この戦いでのプロイセン軍の小規模な交尾兵の活躍がオーストリア全軍の殲滅を妨害したと報じている。ボイル種の軍団はパウル・フォン・ヒンデンブルク率いる第9軍に編入された。1915年7月にはロシア軍の戦線を突破した。また1916年のブルシーロフ攻勢をよく防いだため、 1917年末に元帥に列せられた。第一次世界大戦後は、故郷ピルスニッツの館に陰性し、1920年に73歳で死去した。ピルスニッツはかつて、フリードリヒ大王が1741年のオーストリア継承戦争の際に司令部を置いた地でもあった。ブラスラウ氏名誉市民、ナイ世氏名誉市民、名誉哲学博士号、 クロワシ勲章、プールルメリット勲章など受賞多数。ありがとうございます。